会いたい会いたい。あ、砂時計。あー、すごいびっくりしましたね。なんか、うん、大丈夫かなって思ったし、すごい不安だったし。どこが一番不安でしたか？やっぱりなんかもう、ね、漫画もあってドラマもあってって、きっともうすごい庵のイメージができてるんだろうなと思って、すごい。だからそれを私がやるとなると本当にできるのかなっていうか、うんって思いましたね。いや、すごいドキドキしてました。すごい緊張してました。まあ恋愛もの初めてだったんで、台本もらう前からドキ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 してましたね。え、すごい不思議な子なんですよね。なんかなんでよ。なんかあの人とツボが違うというか、本気で笑い出すと止まらないんですよね、本当に。まあでもそういうところもありつつ、あのすごい集中力がある子だなと思って、キャッキャキャッキャ してると思ったら、あのすごい重要なシーン、大事なシーンをにすぐ入って、すぐ入り込めて集中してやってて、本当に集中力がある子だなと思ったし、またプロ意識とかこの年にしてすごいあると思うし、その辺はすごいなって思いましたね。いや、でもすごい緊張しました、最初。なんかすごい緊張しててなんか、いや、申し訳ないなって思うところもすごいたくさんあって特に最初の方はアンのこともよく私も理解しきってなくて、だからなんか常にいつもアンなんか申し訳ないなって思ってたっていう。でもなんかすごくあのなんかもうすごくやりやすくったっていうか、なんかすごく良かったですね。なんかロケ中楽しいこととかありましたか？ないの。いや、まあいや、もう常にあのいろいろ楽しませてもらっていや、でもあの楽しませてもらいました。島根弁をかおちゃんが喋るとこがあるんですよ。めちゃくちゃうまくてちょっとやる気失ったというか、まあ最初の頃だったんで、自分も本当どうしようどうしようみたいな時だったんで、やられましたね。カホさんに追い打ちをかけられてしまったと。かけちゃいました。軽トラのシーンで、まあ、本編では流れてないんですけど、あの結構カットかかるまで長くてずっと登ってってて、でずっと笑ってるんですよ。で本当になんか笑いながら落ちそうになってびっくりしましたね。いつですかね、小学校低学年とか、まあもうなんか初恋っていうか、まあ憧れに近いんで、まあ時間とともに普通に去っていったんですけど、まあ今ではいい思い出ですけど。告白したりとかそういうのはないんですか？いやいや、全然できないんで。なんかいつから初恋っていうのかがよくわからないので、どこを初恋って言っていいのかわからないですけど。今は恋よりも仕事が忙しい。いやいやいや、そんな。島根旅行。あ、いいね、島根旅行。で、はい。島根の、あ、また水族館に行きたい。あ、砂時計、ぜひご覧ください。